それではペテロの第2の手紙の一章を開いてください。で本当は、一章全体をしようと思ったんですが、あのやっぱり内容がね、やっぱすごい盛りだくさんというか、そうですね、深いので、あの全部やると、もう本当にお腹いっぱいになっちゃうというか、いっぱいどころかもう残しちゃうんじゃないかなと思いますので。 あのやっぱ後半に回しますだから来週じゃなくて再来週ですね、えーと、この後半部分を取り扱っていきたいと思いますが、第2の手紙なんですが、えー、第1の手紙のことを思い出していただけると、あの迫害が迫っている中で苦しみにあっているキリスト者たちがに対して励ましを与えているのがあの手紙の内容ですね。 苦しみっていうのはもう本当に尽きない、もあのこの私たちの生活の中にあるものですけれども、見心にかなっている苦しみであれば、それは良いことなんだと。やっぱり恥としてしまいます、どうしてもね、この苦しみを受けるとですね。けれども、罪を犯したことで罪あの苦しんでいるのは、これはもう,もう何の栄誉,な栄誉も何もないんですけれども、あのこう見心に従って善を行った上で、なおのこと中傷を受けたりするのは、 これは、ある意味で栄光の御霊があなたの上にとどまってますよという励ましを与えたわけです。その中で苦しみを通して信仰が固くされることをパウロ,はパウロじゃないや、ペテルは願ったんですね。で、この外側からの迫害があります。で、具体的にはローマで皇帝ネロが組織的にキリスト者をこの激烈に迫害した、苛烈に。 迫害を始めていた頃と思われるんですね。で、その時に第二のテモテ、パオロが殉教したわけですね。この死刑になったわけです。で、第二のペテロは、まあ、似てますね、この第二テモテと。ペテロ自身が今度は、あの、殉教する前あの、直前に書いていることは分かってます。なぜかというと、一種の14節に、私は幕屋を間もなく脱ぎ捨てることを知っていますと。 このようにはっきりと、幕屋っていうのはこれ自分の体のことを意味していますが、はっきりとそう言っているんですね。で、第一、第二なんですが、第一は外からの圧迫についてのこのテーマでした。皆さんも受けていると思います。外側からの圧迫ですね。イエス様に従っていこうとすると、やっぱりこう社会と、またはこう他の人たちが考えていることと、 何かしらにおいて圧力が生まれてくると。で今度はですね、内側からの、えー、なんていうかな、窓わしっていうんですかね、偽りの教えですね。で具体的には、人を堕落させていくところの偽教師や偽予言者の問題になってきます。もうなんかあの、これからじっくり見ていきますけど、2章、3章って見ていきますけども、1章だけじゃなくてね。 あのまあ、はこの分かりやすく話すと、ですねその世の中では、まあ、本当にどんちゃん騒ぎだとか不貧困だとか、いろんなことをやっていて、それをやらないでいる、聖なる生き方をしていると、いろいろとこうバカにされるわけですよ。ですね、けれども、その偽予言って何かっていう、偽,偽の教えって何かっていうといや、それやっていいんだよっていう教えなんですよね。楽じゃないですか 世の中で生きていくのが。ですね、うん、でそれをまことしやかに滑らかな言葉で、なんかもっともらしく、まあ、語っていくのが、あのー、ありますね。そしてもっとえぐいな形で、それを一つの,あの極めて肉的なことを、霊的な行いだと、まあカルト。カルトですよ、まさにね。カルト。なんかあるじゃないですか。この 共同生活やったりして、この性行為をですね、聖なる行いとかなんだかってやって、そういうのも多分あったような気がする、たぶらかしていくっていうんですかね。それが内側で起こる。だから、この、そういう偽の教え、世の汚れに迎合していくように教えていくことから、彼らが、まあ免かれるように、はっきり言うと世の汚れから免かれるようにですね、 まあ、どのようにすればいいかっていう、この死ぬ直前のペテロが最後の言葉として、まあ、残しているところなんですねで。その答え何か一言で言うと、すごくシンプルです。キリストを知ることなんです。キリストを知ること。これが第二ペテロの,、まあ、あのテーマになっています。イエスを知るっていうのが、これが 人格的に親密にイエス様を知っているということですね。あの、チャックがですね、えー、このジーザスムーブメントの始まりですね、この元ヒッピーですね、であるこのロニー・フリズビーと人と会ったときですね、話しているときに、まあ、彼はやっぱ驚いたそうですね、なんかつい2、3分前までイエス様と普通に会話してたんじゃないかっていう親しみを込めてですね、 証もうなんかこうイエス様がもう本当そばにいるっていうのが分かる形で話すと。でこれがここで言っているこのイエスを知るっていうことなんですよね。でこれから始まって、まあ、簡単に言うとこの挨拶から「主イエスを知ることによって」って書いてますね2節でね。でこれあの3章の最後を見ますと、えー、私たちの主であり 救い主であるイエス・キリストの恵みと何ですか知識において成長しなさいと。イエス様を知っていることにおいてその恵みにおいて成長しなさいというね。まあ、これがテーマになって、そしてそれを捨てればおのずとつまずくことはありませんよっていう。こういう内容になってきます。で、言い方を変えれたら、霊的訓練、霊的成長のテーマになっていきます。 一節をご覧ください。イエス・キリストのしもべであり、使徒であるシモン・ペテロから、私たちの神であり救い主であるイエス・キリストの義によって、私たちと同じ尊い信仰を受けた方々へと。ということで、ペテロは自分が自分のことをイエス・キリストのしもべであり、徒とあの。ペテロの特徴、第1の手紙もそうですが、まあ、彼のへりくだりを見ることができますね。 こしもべという言葉を使徒の前に持ってきているわけですよね。もう本当に彼は罪が許された、イエス様に仕えるようにさせていただいたしもべにしか過ぎないということ。で、そして使徒であって、そして名前をね、シモン・ペテロからってこう言ってるんですね。これ名字、名前じゃないんですよ。皆さん覚えてますもともとシモンなんですよ。ヘブル語名ですね。 もともとモンなんですで。イエス様が後々にあのペテロが信仰告白したじゃないですか。あなたは生ける神の子、キリストですと信仰告白したときに、あなたはペテロと呼ばれるということを言われたわけなんですよね。あ,のあなたの上に、ペテロの上に、えーえーと、あなたはペテロであって、そしてペトラの上か。間違って、この岩の上にね、えー、私の教会を建てると。 えー、このように言われて、まあ、ペテロ、ペトラというのは、ピトロスと言って、これ、ギリシャ語なんですよ、ペテロ。ピトラーツというのは、違和感。ですね。で、下のほうがヘブロ語です。なので、ここで、おそらくはペテロは、あのユダヤ人の首都でもありますから、ユダヤ人の信者も、かなり念頭に入れて、あとはもちろん、違法人もいますけれども、語っていて、 それで、イエス・キリストの、私たちの神であり、救い主であるイエス・キリストの義による。父なる神とイエス・キリストって言ってんじゃないんですよ。神であり、救い主であるイエス・キリストって、これ正しいギリシャ語の翻訳なんですね。うん。あのー、父なる神がおられてイエス様がいるではなくて、この神であり、 救い主っていうことで、イエス様が神であるってことを明確に言ってるんです。父と私は一つですと言われたイエス様ですよね。でですね、この方の義によって、たっとい信仰が与えられたと。だ義というのは、私たちが何か正しいことを行った義ではなくて、あくまでもイエス様の義 イエス様の正しさがプレゼントのようにして私たちに与えられた恵みなんだよということなんですね。で、これを私たちは本当に教会の交わりの中でね、知っていくんですよ。なんで私たち交わるかって言ったらイエス様を分かっちゃっていくってことです。それは恵みを分かっちゃうんです。私が素晴らしいんじゃなくて私はこうであるにも関わらずイエス様が このようなお方だって、こうして、私を通してこうしてくださったっていうことを分かち合うことで、私たちはイエス様の義をですね、この、中心に分かち合うことができる、交わりができるわけですね。で、同じたっとい信仰と言ってます。ペテロはたっといという言葉大好きですけれども、たっとい子羊のような地って言ってみたりですね。で、同じって言ってるんですよね。 ペテロは、あなた方も受け取ってるし、私も受け取ってるし、こんなにすごいことないよねってこう言ってるんですよね。あの、教会に長いこと来て信仰をまあ持った人もいれば、まあ、あの、教会に来る前、または来始めてすぐに持った人もいると思うんですよ。私も後者なんですけどね。だからなんか自分で勝手に信じたタイプっていうか、なんか自分で本当に信じて、そしたら、教会に来たらびっくりしたのは、なんでえ、俺だけじゃなかったんだ。同じ信仰みんな、 だからここで、だから申し合わせたわけでもないのに、同じ信仰を持っているということは何ですか、これ。プレゼントでもらってるん、ね、同じ方から、同じようにして与えられて、まだ作り上げたものでもない。ね、自分、なんか、申し合わせて作り上げたものではないわけですよね。本当に、たっとい同じ信仰が与えられたと。でそして、恵みと平安が、えー、っと、これ2節ですね、2節神と私たちの主、イエスを知ることによって、 恵みと平安があなた方にますます豊かに与えられますようにということで、先ほど言ったようにイエスを知ることによる恵みと平安なんです。本当にイエス様をその知って、その恵み深さを知って恵みと平安が与えられます。恵みがあって初めて平安なんですね。あの、イエスじ、 神様が私に関わらず、私の行為に関わらず、よく見てくださっているという、この恵みを知って初めて平安が与えられ、で、このペテロの手紙の特徴は、第二の手紙の特徴は、ますますという言葉ですね。ますます豊かに与えられると。豊かに与えられると。ますます。で、ここでわかるのは、この霊的な 成長なんです。イエス様を一度信じて、恵みによって信仰を通して救われた、という過去だけじゃなくて、ますます、だからつまり、その中に留まることによって、イエスを知っていくことによって、ますます恵みと平安に満たされるところが溢れてくるようにというのが、ペテロが、要は、 言いたいことなんですね。で、ここが、やはり、この、ペテルの手紙の大きな特徴に、第二の手紙の大きな特徴になります。霊的な成長ですね。過去のことを振り返って、何かこう、本当に私はイエス様によって救われましたって言って、じゃあ今はどうなのっていう風に聞かれて、えーっと、ってなってしまうのではなくて、もう、今、前に比べたら、今が実が結ばれている、恵みが、 どれほどのものであるかを知っている。ということをペテロはここで願っている。ペテロが願っているというよも神が願ってらっしゃるわけですね。で、3節で私たちをご自分の栄光と栄誉によって召してくださった神を私たちが知ったことにより、主イエスの神としての道からは命と経験をもたらすすべてのものを私たちに与えましたと。ということで、 霊的にこの成長するために神は必要なものをすべて与えてくださったとっいうのがこれから話していくことなんですよね。ですかで、まずは神が私たちをキリストによって選んで召してくださったと。 栄光と栄誉によって召してくださったと。で、5年連敗でも話しましたが、この栄誉っていうのは徳とも訳される、美徳とも、善とも訳される言葉ですね。で、ここで私が思い出すのは、神がイスラエルの民に近づいてくださった時のことですね。この市内さんから降りて、近づいてくださって、モーセが市内さんに上がってですね、そしてこう神と会話をして、 で、それでですね、えっ、ー、と、皆を宣言して、で、それが、主は情け深い神、怒るに遅く、恵みが仙台にまで及ぶ,及ぶっていう、これが善ですね。栄誉。あの、こう、美徳っていうんですか。神の良さですよね。こう神の栄光を見たいって言ってパ、あの、モーセがお願いしたら、神様は後ろ姿を見せてくださっその栄光とともに、神の、その、徳が示されていったわけですよ。 これによって、えー、このお神に召されたと。他にも、えー、幕屋をパモーセが建てた直後に栄光の宮があ、間違った、栄光の雲ですね。雲が宮に満ちると。この幕屋に満ちたって書いて、そこから主が語りかけてくださったと。で、これがですね、この、ヨハネによる福音書の一種の14節だと、 イエス様がそのような幕屋であられて、えー、言葉、えっ、ー、と、一章の十四節で、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。神の身元から来られた、独り言しての栄光である。この方は、恵みと誠に満ちておられたと。で、この栄光の神に私が召されたことによって、次を見ると神を知ることができるわけでしょ。 で神を知ることができ、知ったことによって、主イエスの神としての力が与えられたんだと。でイエス様は人となったんですけれども、神としての道から、神であり、救いにしって書いてますよね。神としての道からを表したわけです。で例えば水、水の上を歩いておられたとか。ですよね あら、えっと、あとは、オンを追い出されたとか、生まれつきの盲人を癒されたとか、でラザルを蘇らせたと。そして、最も優れているのが、ご自身が死んだのに蘇ったとで。このようにして、栄光を表したわけ、あ、ま、じゃあ道からを与えてくださったわけですよ。で、その道からの、与えてくださったのは何のためかというと、命と経験ですね。 命、経験、これも午前中話しました。経験、神を恐れ敬いながら歩んでいく生き方の力が、与えイエス様の力が与えられていますよと。で、4節で、その栄光と栄誉を通して、たっとく大いなる約束が私たちに与えられています。それはその約束によってあなた方が欲望がもたらすこの世の腐敗を免れ、神ご自身に預かるものとなるためですと。 でね、これがね、あのー、続きなのでね、あのー、忘れちゃいけないのは、道からなんですよね。イエス様の神としての道からが与えられていて、それが、たっとく大いなる約束を通して与えられてるって言い換えてもいいかもしれないですね。つまり、この、私たちの、ていうか自分のね、預金口座に、 とてつもない額のお金が入金されたとします。いくらでもいいけどね。いくらにしようかな。じゃあ、5億円。ちょっと、カメラ。で、それをどうやって使うかと。 まあちょっとアナログになりますが、銀行に行って通帳と身分証明書、犯行を持ってきてくださいと。で、あとは、普通の支店に行っても、5億円は引き出せないですよね。前もって電話をすると。で、支店長さんが出てきてね、5億円でも出すんですかって。なるじゃないですか。で、ちょっと、じゃあ会いましょうとか前もってね。で、それで、お金を用意してもらわなきゃいけないわけですね。で、この手順があるじゃないですか。 これこれこれをやったらご用意しますと銀行の人は言ってくれます。これが神の、ここで言うと、とく大いなる約束ですよ。つまり、神が約束をして、それに従って生きていくときに、道からが現れて、この神の用意されている道からが現れるわけです。例えばパウロはピリピピトの手紙で、 私は貧しくても飛んでても満足する秘訣を得てると。私は私を強くする方によって何でもできるとこう言ったんです。その前に神はキリストにある栄光によって私たちの必要を全て満たしてくださると言ったんです。約束でしょでそれによって貧しくても飛んでても満足する秘訣が与えられるわけですよ。 イエス様が用意してくださった命と経験に基づく、その、道からが現れているから、そういうことができるわけなんですよね。そして、それによって欲望がもたらすこのような不快を免れることができると、これ、偽教師がですね、まあ、この中に心の定まらない人たちを、 虜にしようと。まあ、していくわけなんですけれども、そういうものから免れられるよと、免れるよと約束して、そして神のご性質に預かるものとなるんだっていうことです。で、私これね、よん、これ正直、ここ苦手だったんです。ずっとこれ通読するでしょ第二ペテロの一章を読んで、いや、私そんなないですよと、このご性質なんて、神様のってね。恐れ多いですよと。 私はもう、汚れてるっていうか、ダメですって。でも、恵みによって召してくださってですね、そして、もうこれを、約束を通して、この、用いて運用していくことによって、本当にその、身を結ばせることができるんだっていうのが、この一章の教えなんですよ。ですね。で、そこで次に、 霊的な鍛錬の話をします。霊的な鍛錬。私たちがイエス様を信じていますで終わって、あと死ぬまで何とかできればねーっていう感じで終わって、あ、よかった、天国行けるわ。で、これを何て言いました午前礼拝で。キリスト教ならず、天国教ですよね。天国教ではない。で、これから見てわかります。 全然そうではありません。いいですかこのますます豊かにされる恵みに預かる、その一歩一歩っといったりですね、だからこそあなた方はあらゆる熱意を傾けて、信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を,愛は愛を加えなさいと。 いうことですね。身を結ばせるんですが愛というで、私たちがあらゆる熱意を傾けていくということなんですで。熱意を傾けるっていうとね、これね、下手すると肉の力でやってってしまう危険がありますけれども、それによっては何ら良いものが出てこないわけなんですよね。すごくわかりやすく話しますけれども、ね。 こうちゃんとクリスチャン生活をしなきゃいけないんだと思ってこうクリスチャンになったばっかりの時ですね、デボーションをしたらいいよって僕も言うじゃないですか。デボーションってね、お祈りをしなければいけないってね、それでもう一生懸命ね、1時間じゃあもう祈ろうとかで計画立ってきちんとさ立ってさ、そして祈りのリストもちょっとこうこ、うある程度やってね、それでもうえと10分で終わっちゃったと祈りがね、あれもう一回のり祈り返すかとかね、一生懸命、ボーとかってやってね、だんだんイラついてきてさ。 なんかうまくいかないなともイラついてさ、でなんかこう、えーと、家の人にこうなんか言われたら、うるかなわかとか、全然元も子もないっていうかね。<laughs> その、自分の力は、この、さっき言った命や経験というものは出てこないんですよ。あくまでも恵みによって与えられた神のご性質に基づいて、 従順を通して神様に与えられていくという、力が与えられていくという中での、えこの、えー、っと、熱意で、勤めであるんですよねで。これが霊的訓練なんです。で、ピリピ書で実は、あの、それに近いことを学んでいまして、すでに、2章の12節と13節をお読みしますね。2章の12節と13節で、こういうわけですから、 愛する者たち、あなた方がいつも従順であったように、私が共にいる時だけでなく、私がいない今はなおさら従順になり、恐れをの,のいて自分の救いを達成するように努めなさい。神は見心のままにあなた方のうちに働いて志を立たせ、ことを行わせてくださる。救いれました。しかし、救いを達成しなさいって言って、なんからあたかも行いによって救われるように聞こえるけど、そうじゃなくて、次の説見ると、 あなた方に志を立てさせるのが神だと。ことを行わせるのも神だと。ですね、私を通して神の救いがこう目に見える形で分かってくるっていうことなんですよね。これ救いを達成するっていうのでこれねあの、アメリカ人の牧師が、ね、説教するとね、Walk Art Salvation って書いてあって、ね、Walk Art って書いてあるね。これ達成するっていうの。でねあの、ジムに行って筋トレするのも Walk Art ってうんですよ。<laughs> それで 霊的なジムみたいな感じで、まあ、よく語られるわけなんだけれども、まあ、とても似てますね。あのー、恵みによって神から与えられるものによって救いを達成するってどういうことかっていうとね、今言った人間の身体にも、まあ、こう、ある法則って言うんですか。もともと人間の身体っていうのはいろんなことを、こう、することのできる 不思議な力、神の賜物があるわけです。で、自分が何かをやったとしても、それはあくまでも神が用意されていたものを、この、発揮するだけにしか過ぎなくて、私のものではない、この体自体ですよ。今、身体ね。例えばですよ。で、私が筋トレとかストレッチとか運動を始めて、まあ、実感したんですね。筋トレって、 自分の筋肉に負担かけるんですよ。で、どの人、僕、最初見た時に、あれと思って、いや、これまずいんじゃないのと思ったけど、やっぱ全員が言うんですよ、トレーナーは。無理がかかる程度にしなきゃいけないと。少し。これ大事なの、少し。無理がかかる。無理しないでって思うじゃないですか。で、無理が、だから例えば30キロの重量を、この、持ち上げることができるってなったら、30キロで満足しちゃダメで、 3 5キロ持つように努力する必要があるんです。で、きついくないとダメ。で、理由はこう書いてありました。傷つけないとダメなんです。筋肉に。で、修復の作業で傷がついたのを、修復の作業で前の筋肉よりももっと成長するんですって。で、それが、えー、こう書いてありました。えー、っとですね、これなんだろう。 グリコのなんかウェブサイトですね。いいですか。トレーニングなどで刺激を受けた筋肉は筋、筋繊維の一部が破断されます。破れて立つって書いてありますね。破断されます。その後適切な栄養と休養を与えることにより傷ついた筋肉は修復されます。この時筋繊維は以前よりも少し太くなって修復されるので 結果的に筋肉が大きくなります。これを超回復といい、繰り返すことで筋肉の体積が増加し、筋力アップにつながりますと。驚きました。破断するんですよ。ちょっとブチブチって切れちゃうっていうのかなわかんないけど。ね。で、それをやって少し、えっと、修復されること。だから壊れたら逆に成長するんです。ねえ、不思議だね。 SNS ってちょっと怖いなと思ってね、あのー、X を見たら昨日準備してるときにね、ある私の,あの知り合いのクリスチャンの,、ね、あの X にねあの、グレック・ローリーのがあってさ、でグレック・ローリーってあの電動車ね、で彼がね、えーっと筋肉とあの、霊的な成長は筋肉のようなものだって書いてあって、おおっ,って、全く同じトピックで書いてありました。 でそれはビルドアップっていう言葉もこれ、立て上げられるっていうね、訳されるんですけど、英語ではビルドアップなんですよ。でビルドアップって言うと分かりますこれもやっぱ筋トレなんですよね。だから筋肉に例えているんですが、分かりますこれ、傷ついて、次大事ですよ。ですから傷つくことによって、かえって成長するんですよ。で、そこで私、見直したんです。の説教 イエス様が心の貧しいものは幸いです。その神、天の御国はその人のものです。で、悲しむものは幸いです。で次に、柔和なものは幸いです。義に植え替く,くものは幸いですって、全部世においてはマイナスになっているものが列挙されてるんですよ。あ、これだと思ったんですね。 心が貧しくなる。何も自分には良いものがないと知ったことによって、その瞬間が幸いなんですよ。つまり、筋トレでブチブチ言ってるってのがこの、この、ちょっと傷ついてるみたいな感じ。それが幸いで、そのことによって初めて、恵みを知ることができるわけですね、神の。で、悲しいものもって、悲しいって良くないじゃないですか、やっぱり。否定的ですよね。でも、悲しみが、 あるからこそ、慰めがあるわけですよ。今までにない慰めが与えられるわけです。で、乳はその、仕返しをしないって辛いですよね。仕返しってか復讐をしないとかね。こう、自分の意志を強く言いたいじゃないですか。そうしないことが幸いだって、これ辛いけど、その筋力、このこ、こう、一個負荷がかかることによって、それが幸いだと。そうしたら、 三国がだから神様から任されるものが多く与えられるわけですよ。この地を受け継ぐようになると。で、これが、ああと私は思いました。何か、なんかいろんなものからこう守られる社会に私たち生きてますよね。で、それいいことですよ。病気にならないとか、傷を受けないとかですね。けれども、神は、この、体に備えられているのと同じように、霊的にも、この、 鍛錬を受けることによって、そして、えー、その傷、マイナスに見えるようなものをですね、用いられて、それによってさらに恵みに豊かにされていくということを行われるんだっていうわけなんです。でそこでですね、えーっと、読みましたっけ五説、えー、以降、読みましたっけこれ。読んでないまだ。読んでない、OK、OK、OK、ありがとうございます。 7節までねだからこそあなた方はあらゆる熱意を傾けて信仰には徳を徳には知識を知識には自制を自制には忍耐を忍耐には経験を経験には兄弟愛を兄弟愛には愛を加えなさいとこう言ってるんですねだから重量をちょっと加えていきなさいみたいな感じでこれね単に私たち信じましたってあるんだけど <laughs> 信じたと、信じてから、その信じてることの実質をね、求めていくようになるわけですよね。で、これが得ですね。加えていきなさいと。例えば、イエス様が戻ってこられるっていうね、再臨されるっていうことを聞いて、あ,あ、よかったよかったってね、そしてなんかいつかな、このエレベーターみたいにね、イエス様がぴゃーンとかで飛ばしてくれるとき、ぴーンとかで飛ばしてくれる。これを、いや、それだけじゃだめだよね。得を加える。何それは、イエス様が、えっと、 イエス様のように変えられるわけでしょイエス様戻ってこられたら。だからイエス様が清いように、それを望みを持っている人は自分を清くします,書いてますで。イエス様が来られることを思って、そしてイエス様が清いんだから、私も清くすると。徳を加えていくんですね。そして、徳には知識とあります。良いことを求めていく中で、この、 聖書が何と言ってるか、知識が必要でしょ良かれと思っていることをやっても、実は全然違かったっていうのはよくありますよね。あれでしょたくさん。知識ね。だから知識が必要。あとは、えっ、ー、と、ローマの九章では、えっ、ー、と、熱、熱心だけども知識がないって。信仰による義ではなくて自分の義を立てようとしているっていうのはね、えっ、ー、と、これ10章、住所か住所の、ローマの住所の始まりのところに書いてますね。 というふうに知識が必要と。でも今度は知識には自制を加えるんです。で、これはね、どういうことかというと、神が示そうとしていることのみが私たちに与えられているもので、神はあえて示さないこともあるんですよ。で、これをね、隠すっていう言葉が使われています。イザヤ書の、えー、と8章の17節に、 三河を隠しておられる方って書いてあるんです。あとは黙示録の10章には、えこの7つの雷が鳴って、それをね、書き留めようとしたら、書き記すなと。これ、隠されてるからだっていう言葉があるんです。で神には、私たちにお店にならない分野があって、それをこの、隠しておられて、実性がそこに必要。だからあの、予部がそれ失敗して、悔い改めてでしょ。こう、分からなくて、ずっと言って、この、私は正しいのに正しいのにって。 で、私の血理を暗くするものは誰かって神様言ったんだよね。でこれが実践なんです。そして次に、実践には忍耐。それは忍耐だよね。いや知りたいもんね。結末知りたくないですか結末はでも分かってるけど、聖書に書いてあるけど、過程も知りたいよね。思いません神様。なんでこんなことやってるんですかって。なんでこれ、ね、結局5年後に分かったと、例えば。なんだ神様、なんでこれ教えてくれなかったらあの時に言ってね。 いやでもいや神様忍耐を養ってほしいわけでしょう。だから忍耐ですね。自生には忍耐。で次に、忍耐には経験ですそう。忍耐を働かせれば働かせるほど、私たちに神を恐れかしこむ、この品性というのが与えられてくるわけなんです。そして、経験には、兄弟愛です。 神を恐れ、敬うだけじゃなくて、自分と同じ信じている、神を信じて生、まね、神を信じていて、神から生まれた人たちを愛していくんですよ。これ、霊的な成長ですね。あの、信仰を持ったばかりの人って、自分の信仰のアイデンティティが安定するので精いっぱいですね。これ、新鮮で素晴らしいことですよで。そこからですね、成長すると、 えー、主にあって兄弟とされている人たち、ね、その人たちを気遣って、えー、本当にこう祈っていく心配していく仕えていくっていうということが、えー、生まれてくるわけですで今度兄弟愛から何ですか次に愛アガペを加えなさいと兄弟愛はね、まあ、ある意味で楽同じイエス様を知っている者たちが 交わることができますから、喜びであり、良い行い、それでもやっぱりこの、私たちはそれを鍛錬して、この兄弟に愛を示すということをやり続けていかなきゃいけないわけですけれども、その愛というのは、このアガペーは犠牲の愛ですね。見返りがないんですよ。嫌な奴をどう愛するか。超嫌な奴。 ああ今ね、こうやって私が説教するとね、時々こう罪罪、罪っていうかね、こう示されることあるんですよね。あの嫌なやつ、あ祈ってなかったって。ね思い出したんですよ、その嫌なやつをあ。祈んなきゃなって思いました。前にも話してったけどね、この嫌なやつ、あこれ、よう祈,ら祈,祈りますって,ってね、祈りました。で、また違う嫌なやつを思い出したね。 ねあ。こいつも絶対救われようがないなとかさ。ね、感じるときないなんか。こいつ無理だって。で、そのときにやっぱり自分で裁いてる裁きで裁かれるから、俺嫌なやつだったよなって。多分周りの人たちは俺は救われないな、無理だなって、多分教会の人は思ったと思いますよね。だけど救われたわけですよ。恵みによって。だから、愛なんですよね。で、私たち、愛って、 簡単に話せますよね。やっぱりクリスチャン愛だよねって。互いに愛し合いなさいとかって。でも今見たように、いやー、霊的な鍛錬が必要だっていうの分かりましたねえ。あの、結果だけ見るとさ、かっこいいじゃん。何でも結果だけ見るとかっこいいですよね。例えばこう音楽でさ、素晴らしいこのバイオリンで音色を弾いてる人とかさ、ねえ。でもどれだけの。 基礎で、基礎の練習をしてるか。一日にもう5時間、6時間、7時間って練習してるわけでしょ。それでこれだけやってさ、この表だけ見てさ、おーい,いいわーとかって、だからクリスチャン愛ですよねーとかなんだかって言ってさ、いや遠くの人のこと愛しててもさ、あのね、例えば近くの嫌なやつは愛せないとかね。でそれこそがアガペなんです。だから鍛錬が必要になってくるわけです。それで次見てください。8節で、これらがあなた方に備わり、 ますます豊かになるなら、ほら、待っててきう。ますます、ね。ますます豊かになるなら、私たちの主、イエス・キリストを知る点で、あなた方が役に立たないものとか、身を結ばないものになることはありませんと。イエス様を知っていながらですね、身を結んでいないとかね、あるいは役に立たないって、これ悲しいっすよね。あの、あの、えっと、ブドウの木の例えをイエス様が語られたときに、 枝は、枝が私につながってる。木につながってるから多くの実を結ぶんですが、つながってなかったらどうですか枝は。燃やし尽くされるだけですよ。もう燃料になるかなどうかな。細い枝ですからね、あれで。役に立たないですよ。ブドウの木の枝って。だから幹についてるから、初めて豊かな実をならせることができるわけでしょ。だから、あのー、役に立たないんですよ。 イエス様を知っていると言いながら、身が結ばれていなかったら、役立たずなんですよ。か意味わかりましたよね。いや、これほど厄介な人たちいないと思います。いわゆるクリスチャンじゃない人が、クリスチャンというか宗教を見ても、宗教嫌だよね、とかって言で、あれは、何か良いものをもたらしていないということを言ってるんですよね。で、まあ来週ですね、あの、 b a p の日本支部の方が来てくださいます。で、b a p って、まあ、ユダヤ人に助けの手を伸ばしているキリスト教の団体です。まあ、現地のユダヤ人の人にね、こう聞かれましてね。どんな団体ですかとで。何を信じてるんですかって。で、説明しようとしたんですよ。何を信じてるか、どんな団体かって。そしたら、止められたの、逆に。あ、結構ですと。 二週間見させてくださいって。それは何信じてるかわかりますから。いや、これは知恵がある言葉ですよね、そのユダヤ人。さすがに選ばれたたびユダヤ人。知恵がある言葉だよね。もう、語ってる言葉には騙されないんですよ。あの、二週間見てるからって。そしたらもう、こ、騙、ま、ごまかせない。 でそれで信頼を勝ち得ていって、あ、この人が言ってることは本当なんだと。身を結ぶっていうことですよね。だから今言ったあなた方に備わって豊かにされたらっていう。ですね。いうことです。そして、旧説で、これらを備えてない人は盲目です。自分の以前の罪が清められたことを忘れてしまって、禁止眼的になっているのですと。盲目と言っています。 霊的な鍛錬を受けていないと、どのような状態になっているかが見えなくなってますよということですね。で禁止眼、これ目の前のものしか見てなくて、後に来る栄光については、度外視していますで。自分の以前の罪が清められたことを忘れてるっていうね、これは2章に出てきますが、偽教師が欲望のままに欲望の虜に人々をさせていく、怖いですよね、教会の中で。 心定まらない人たちに、そのように仕向けていく人たちがいたわけですよ。ですね。で、その清められたことを忘れている。で、どういう国が悲惨だよって以前よりも。で、その例えとして、犬が自分が吐いたものに戻るって書いてある。う,う顔見てねえ。いやだよね。吐いたものを食う。よく言ったもんだね。 以前の、以前のけれに戻るっていうのはね、そういうことなんだよっていうに。だから、禁止眼ですね、この、今、そのかかん、気持ちいいとか、ですね。それで、目の前にあることしか考えてなくて、ということなんですね。けれども、もう一回ね、えっと、逆を言うと、この、えっと、8節に戻って、あの、8節に戻る必要ないか次に書いてあるかな。えー。 そうですね、次書いてます10節ですから、兄弟たち、自分たちの飯と選びを確かなものとするように、一層励みなさい。これらのことを行っているなら、決してつまずくことはありませんということなんです、はい。ここ、あのね、私たちが召されてます、選ばれてます。エペソの一章の4節で。 すなわち神は世界のもといが据えられる前からこの方にあって私たちを選び見舞いに聖なる傷のないものにしようとされたのですと。でクリスチャンがとかくやってしまうのはあのあ私選ばれたんだと。ね。召されたんでと。で、もっとひどいのは神学論争してで、えー、いつ選ばれたのかとかあと何が基準で選ばれたのかとかなんかそんな話ギャ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 言んだけどねいつも忘れるのが。 目的なんですよ。目的は何ですか聖なる傷のないものにすると。こっちが大事なんです。目的は大事です。で、このようにされるわけじゃないですか。で、だから、でこれ読むときね、主が来られて栄光の姿に変えられるから、 なんだって読んでしまう。で、これ、片手落ちなんですよ。これだけじゃダメなんです。ね、そうじゃなくて、これ、霊的な対話なんなゃだ。そして何もしなくていいみたいなことだったら。そうじゃなくて、それに向かっていく。確かに自分が選ばれてること、召されてることを確認するかに、事実やっぱそうなんだって言うこようにしていきなさいって言ってるんですね。自分が選ばれてること、召されてること。 でさっき言ったように、それは自分がなんか、あの、ないものを得るように努力するんじゃなくて、もうすでに与えられているものを運用するっていうことですね。もう神の法性質与えられてるんだから、恵みによってで。運用していくことによって、選ばれていること、召されていること、確かに一層励んでいきなさいと。で今励、励んでないって言ってんじゃないんですよ、ペテロは。あなたたち励んでるんだけど、さらに一層励みなさいって、このように励ましてるんですよね。 元気づけてるんですよね。ちょっとあの、ペテロの書き方ってなんかあの、ちょっと元気いいおじさんみたいな感じね。ほい、遠いっぽなんだよなん,かなんかあるじゃん。コマーシャルで。なんか、なんだっけあれ。あんな感じね。いっそ、私今も励んでよすごいよって。ね。でもいい。もっと行こうみたいな感じ。<laughs> そんな感じで書いてくれてる。で、そうすると、つまずくことがないんです。つまずくことはない。だから、否定的なところで、 じゃないんですよね肯定的なことをやって否定的なことを免れるかつまずくことがないようにするとで神様のこの,この霊的な鍛錬をしてたらそれ,それそイエス様を知っていくっていうことで本当に身を結んでいくっていうことで霊的な鍛錬を受けてたらねそんなねつまずく暇がないですよね暇がこれありきたりだけどね えなんであのお酒飲まなくても世の中で楽しくやっていけるのってね。別に飲まなくたってもう楽しいもんって。いや別にね飲んじゃダメなんて言ってないですよ、私ね。言ってないですよ。言ってない言ってない。酔いしれてはいけないって書いてある、泥酔とかね、ダメって書いてますけど。飲んじゃダメって書いてないけど、大体やっぱりなんかフラストレーション溜まってる時とか、ストレス溜まってる時とか、落ち込んでる時とか。 もうこ,れこれ、これ飲まなきゃな、みたいな。そんな必要ないよねってなるわけじゃないですか。でだからそれを何言ってるかって言ったら、<laughs> 主にある喜び、平安愛、愛。こういうものをやってれば、おのずとつまずきから免れることができるんだということであります。で、次ですね、注意節このようにして、 私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの永遠の御国に入る恵みを豊かに与えられるのです召されて選ばれているということは神の永遠の国の中に入るという約束があるわけですよね将来でかろうじて入るんじゃなくて豊かに入るんですあの 何度も言ってしまう今日のねあのひあの、言葉、天国教。天国教はね、かろうじてなんだよ。でも、ペテロは進めているのは、豊かに入りましょうと。でこれはあの、ね、実際に書いてあって、かろうじてっていうのはね、どこだっけかな。あのね、第一コリントの3章の15節のところで、 誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、その人自身は火の中をくぐるようにして助かりますと。あのこう建物があってね、分かります皆さん、土台がイエス・キリストで、その上に藁で建てるか、木で建てるか、あるわけでしょ。そうじゃなくて、金や銀で建てることもできるわけですよ。あの3匹の子豚の話と似てるんだよ。その話が出てくるわけですね。で火によって進化が試されるんだけども、 だから、それでや焼けてしまうんだけども、かろうじて魂だけは救われると。それなのか、ちゃんと報いがあって、ちゃんと立てたものがあって、そして火を通しても残っていると。それによって救いを得るかっていう、この違いがある。あとは、えっとえっと、タラントの例えですよね。5タラント、2タラント、1タラントの人で、5タラントと2タラントの人は、良いしもべだと。小さなことに忠実だったから、大きなものを任せようと。 一体の人たち、支柱に隠したと。そしてだから暗闇に投げ込まれるわけですよね。このようにして、豊かに入っていきましょうということなんですよ。なのでね、あのこの三国に入るまで、栄光に入るまで、キリスト者は何もしないという姿勢ではないんです。これ結構、クリスチャンになる前とかなった後でも悩むんじゃないですか。 恵みによってて救わわれれたかって言われてねじゃあ、何すればいいのその後って。なりますよね。えー、と天国約束する。ああ、そうなんだ。じゃあその後、その間どうするのって。まあ過労して信仰を持ってればいいよって。そういうなあれで天国教って作,作り上げられちゃうんですよ。でも、今日の学びどうですか違うでしょ。違うでしょ,う違うでしょう、ね、将来200キロ持てるよっていうこの中であったとしてさ。それまで何もしないんじゃなくて。200キロに行くじゃないんだけど それに近づいていこうと努力するわけですよね。しかもすでにこの力は与えられているわけですよ、この中に潜在的に。イエス筋肉が入っているわけですよ、ここに。ね、イエス様筋肉が。でそれでこうこうかウォークアウトそのたあの、トレーニングすることでそ近づくことができるわけなんですで。それをすることでつまずくことから守られるというわけです。今度違う例えをしますと。 この飛行機が到着地に向かって走っている、それを前進をしていることで、墜落を免れ、同時に、だそこの目的地にも行くんですけれども、同時に空を飛ぶことができ、墜落から免れることもできるということです。なので、この将来の終わりの日の約束っていうのは、ものすごくたくさんあるわけです。栄光と栄誉に満ちた約束っていうのはあるんだけど、これに向かって、 こう行くわわけけなんですよ進むわけですすよよ進む正義と平和に満ちた国が約束されています、イエス様王として。だったら私たちが今、聖霊にある喜び、平和神、キリストの義ですよねで、これを本当にどのようにして具体的に、私たちの生活の中で現れていくのか、また自分はどうやって表していくのかということ、これを求めてい、まあ、くということになるで。もちろん完全じゃない これからどんどん終わり、終わりの日に近づ、終わりの日になってどんどん悪くなっていく。けれども希望はここにあるわけです。希望は。うん、私たちは諦めることなく、あのー、前進していきましょう。ですね。で、次回ですね、えー、と後半を見ていきます。お祈りします。愛する天皇お父様、ありがとうございました。本当にあなたの、えー、この、ペテロを通して与えてくださった、えー、霊的な鍛錬の <laughs> えー、この法則というか、学ばせていただいてありがとうございます。主要、本当に痛みを通して、しかしその痛みこそがある意味で幸せであり、私たちが、えー、このますますキリストを身につけていくことができるようになるということを見ていくことができました。ありがとうございます。主よ、それでその先に、縫、え、い、ー、のちていうか、見国があるんだということを、えー、本当に見ることができました。ありがとうございます。えどうぞ私たち、この、 えと個々人もそうですけど共同体としてもますます清めてくださいますようにそしてイエス様の愛で満たしてくださいますようにお願いいたしますイエス様の皆によってお祈りをおさえげいたします。アーメン